iPhone のホーム画面について見ていきましょう。ホーム画面は iPhone のメイン画面です。このホーム画面に並んでいる角丸のアイコンをアプリと言います。アプリとはアプリケーションのことで、追加される機能のことです。ホーム画面にはそれぞれアプリを並べておくことができ、最大で15ページまで増やすことができます。次のページを表示するときには、画面を右から左にスワイプします。スワイプとは、画面に触れたまま指を滑らせるように動かすことです。次にウィジェットについてです。ウィジェットはよく使うアプリをすぐに確認できるようにしたものです。ホームボタンを押すとホーム画面の1ページ目に戻りますので、そこで画面を右にスワイプします。一番左から表示された画面をウィジェットと言い、よく使うアプリの情報をすぐに確認できるようにしたものです。ホーム画面からアプリを探して開く手間なく、例えば天気予報、マップ、カレンダーの予定などをすぐに確認することができます。一番下にある編集ボタンをタップすると、簡単に追加や編集することができます。タップとは、画面をトンと軽く触ることです。毎日確認する頻度の高いアプリを追加しておくと便利です。以上、画面の見方についてご覧いただきました。